2年 F 組直江大和。小学校の頃より風間正一率いる風間ファミリーの一員として行動。武術では劣るものの知力に長け、策を講じるのを得意とし、風間ファミリーの軍師として活躍する。趣味は宿狩り。両親は日本を捨て外国籍で生活。大和は一人日本に残り、現在島津寮で生活。川上桃代に二度告白し、共に撃沈。こなたの決闘を受けさせるにはどうすればよいかな。何らかの手段で怒らせるのがよいかと。なるほど、それはよい手じゃ。キャッツを全力で怒らせるのじゃ。キャッツは川上桃代に告白して振られたと聞く。ならばその惚れている女をいじめれば奴も怒るに違いなかろう。ほれ、そこのメス。何か用か。なんでもないのじゃ。なんでもなくないだろう。もしかして私と戦いたかったんじゃないのか。私はいつでも大歓迎だぞ。勘違いなのじゃ。先を急ぐ、さらばじゃ。やはり女に手を出すのは卑劣極まりない。もう少し知的に攻めた方がよかろう。どこで食えってんだ。これを見よ。何を隠そう、これはタラバガニの料理。タラバガニとはヤドカリの仲間、すなわちこれはお主の愛してやまぬヤドカリが身を裂かれているも同然。さすが産地から自家用ジェット機で空輸した新鮮食材、実に美味なのじゃ。待てよマサル、なんで怒らぬ。カチカチ山のタヌキがおばあさんを殺してそうにこんなメリットに匹敵する悪逆非道じゃぞ。なぜ怒らんのじゃ。見かけによらず度量の大きなやつ。そこまで決闘に応じぬというなら考えがあるのじゃ。見よヤマサル、どうじゃこなたの水着姿は。興奮したか。こなたの魅力に惑わされぬ男らはおらぬ。さあ手を出してみよう。即座に成敗してくれる。待てやマザル、無視をするな。貴様なぜこなたに興味を示さぬ。それでも男か。こなたによろめかぬやつなど男ではないわ。男だというのならこなたに男らしさを見せてみよう。あら、もう許さぬ。決闘でなくともよい。今この場で倒してくれる。伏川流柔術のつかみ技を避けるとは孔雀な。貴様武道はできぬはずでは。さてはたばかりを取る。普通にしてれば可愛いのに。よいしょっと。可愛い。可愛いのに。可愛い。可愛い。今、こなたを可愛いと申したか。年頃異性に安易にそのような言葉をかけるなど。何をしたらな。何故キャツはそのような。やがてしかしそんなまさか邪魔でも。間違いない。これはそうじゃ。まったく。どうしろってんだよこれ。もうさすがマユチ、料理うまいな、うん、おいお前。あ、こなたに使える羊にならぬか。あ、こなたに付きっきりという栄誉職、こなたが主でお主が羊じゃ。どうじゃ。いや間に合ってるから。誰もが羨む伏川家との縁を断ると申すか。いやもう姉さんの射程だし。仕方ない、特別に友達から始めてやろう。それで山猿、名は何と申したのか。直江大和。そうか、大和か、良いな。じゃあそれで大和、こなたのどこが気に入った。別に。そうか、照れるか。なら良い、いずれ聞こう。今日から大和はこなたの友じゃ。良いな。